だから先生になってさっきの女の先生の方が良かったな。みんなと同じ時間を過ごしながらでも土田先生は子供が好きって本当だよ。えどうしてお前にそんなことわかるんだよ。この幼稚園の園児だったんだ。どうしてわかるんだよ。だって土田先生はアンジュのことをナンパしたんだよ。えー